さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドを使ってストレッチ用の曲を作るというこのプロジェクト。1楽器ずつ、音を入力していっています。前回の配信では、ストリングスを入力すべての小節にし終えました。今回はピアノに取り掛かろうと思います。ピアノは1回の配信では終わらないかもしれません。はい。なので、まずは、とりあえず進めてみます。はい。69小節に目に飛びます。69小節目。最後のパターンですね。最後のパターンのところですね。69小節目。はい。はい。あれ、鍵盤が出てこない。OK。これで低い方からいっていこうと思います。やっていこうと思います。一応、ここまで出るんですよね。はい。出るんですけど、はい、まあ一応ちょっとやってみたいと思います。後で上げたり下げたりはできるんで、はい。おっと、ずれた上に長いな。はい、こんな感じで、はい、 CEGB、C、E、僕はバカですね。はい、すみません。これをコピーして貼り付けちゃえばよかったんですよ。はい、そしてそれを上げる。はい。で、もちろんこれはこのまま最後までいきます。はい。で、次が、ドミソラ。はい。はい、これも、ここに、コピペで、はい。で、次はこれをコピー。ここまでしか上がらないんだ。そうか。ちょっと待ってくださいね。ストリングスのアレンジ間違ってるかな、もしかして。ストリングスのアレンジ、あっと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 、ストリングスのアレンジ間違ってるかな、もしかして僕 F 使ってないかな。 D マイナーじゃなくて、あれ、このラがあって、ここは
動がある。だからレがないといけない。そうですね、こうですね、はい、ちょっと間違えてました。はい、クラシカルな曲にしたいんで、コード進行もクラシカルにしたいんですよね。これで今度はだから71のカーソルを、はい、ここに持ってきて、おっと、ここに持ってきて、でこの全部の音をはい、ポン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 、はい、これで OK。 はいはい、お待たせしました、すいません。はい、ではもう一度やり、あの、戻ります、ピアノに戻ります。で、これがここになるとどう？こっちの方がいいですね。はい。はい。じゃあこれをここに持ってきてと、これをで、はい、でこれをはい、いいですね。あれ？ドファ、ああ、間違えてる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 。はい、もう一回もう一回、レーラファド、ここですね、ここですね、はい、ここです、すいません。こんな感じです。はい、はい、こんな感じです。次、はい、次はレから行くのでシですね。シ、ソ、ファ、
レと、はい、はい、これを、はい、おっと、消えちゃった。はい、で、これをまたさらに、さらに低く。はい、さらに低く。はい、低くなりました。こんな感じですね。はい。はい。ここ聞いてみましょうか、一応。これでいいですよね。ですね、はい、はい、じゃあ音を伸ばしていこうと思います。はい、おっと全部が伸びちゃったよはい、1個ずつですね。はい、1個ずつ伸ばしますよ。はい、コードが変わりますんでね、コードが変わるたびにね、音1回ペダルを一回ね、外さなきゃいけないんでね。はい。ここ短い。はい。あ、ここは違うわ。ここ違うコードだ。違うコードだ。ここからまた違うコードですね。はい。そうです。こうです。はい、次も伸ばします。はい、
はい、次、最後です。あれ？あれ？おかしいぞ。コピーが変だぞ。ということは次も起きるな、多分。あ、大丈夫だ。あ、ここだ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 よ、ここだよ。はい、これで聞いてみましょうか。はーい、聞いてみましょう。聞いてみましょう。はい、はい。じゃあ、これをコピりましょうか。これをコピりましょう。これをコピーして、69だから、65にまで戻りましょう。はい。2回続けます、同じことを。で、コピーして、で、コピー元を、コピー元をここにぴったりに合わせて、ポン。はい、これで2つできました。はーい。はい、今回は以上にしたいと思います。はーい。また、次の配信でピアノを足していきます。はい。では、今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。